キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は以前動画で投稿いたしましたこちらの、日光の、電動ラジオコントロール水中抑制、ショックウェーブ、ハイドロホールの、補足説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずは箱の全体の姿ですが、このようになっております。まず箱の長さですが、横が49センチ、縦が33.5センチ、そして高さですが21センチです。箱の中身はこのようになっております。そして本体が入って、あと説明書、コントローラー、保証書と電池の説明書がついています。説明書の中身ですが、このようになっております。バッテリーと、充電器は別売りということです。別途購入しなきゃいけないということです。あと電池のセット方法や、操作方法について、あと注意事項についてつけてます。電池は、バッテリーは、このように収納されております。こちらがスイッチ、オフとオンです。デフォルトの、電池はこちらとなってますが、元の電池はこれとなってますが、経年劣化で、使えませんので代わりにタミヤのこちらの方を使いました。こちらが、充電です。遊んだ後はこのデスチャージャー、放電器で放電させないとバッテリーの寿命が短くなりますので注意してください。こんな感じでつなげると、ここが赤く点灯しますので、これが消えてから外してください。
これでこれをつなげますとこういうふうに赤くなりますので、今放電中です。これをしないと、バッテリーの電池が、寿命が短くなりますので、遊んだ後はバッテリー内に残っている電池を放電器で放電させてください。以上です。Thank you.